こ盛り美食大会か。やはり出場していたか。食べる気だろ。何のこと？ヒバリは料理を作るだけだよ。だってそういう大会でしょ。ヒバリ作るだけだよ。食べる気だな。ひどいよ野牛ちゃん。ヒバリのことが信じられないの？最近のヒバリは明らかに食べ過ぎだ。そんな調子だと体を壊してしまう。だから俺がここでヒバリを止める。ヒバリ食べないもん。ちょっとしか食べないもん。ヤギオちゃんのバカ。さあいよいよ始まる第1回デカ盛り美食大会。今回の挑戦者は無邪気と邪悪は紙一重、魔性の女の素質あり、みんなのアイドル、特別扱いの女の子、ひばりちゃんだ。でも待ってくれ、今回はつまみ食い大会じゃないんだぜ。やれんのかひばり、やれんのか。だったらやってもらおうじゃないか。ここに三蔵学院ひばり、今日もブルマが眩しいぜ。食べないもん。ちょっとだけだもん。やっぱり食べる気だな。いざ尋常にサーブ。えへへ、上出来。ひばり、食べ過ぎには注意しろよ。わかったよ、ヤギュウちゃん。ひばり、食べ過ぎない。食べてる。早速食べてるじゃないか。だって余らせたままだともったいないでしょ。だから仕方なく。それが危険なのだ、ひばり。危険でも進まなきゃならない。ヤギューちゃん、それが忍びだよね。究極の料理、ご覧に入れましょう。いざ尋常に勝負。やった、一人でできたよ。うまく作れるかな。今日は何を作ろうかしら。いざ尋常に勝負。
攻撃。あんたが私の相手ね。かかってらっしゃい。あ、うん、わあ、未来ちゃんつまみ食いしてる。みんな何よ。罰に食べちゃいけないなんてルールはないでしょ。そうだけど。ずるいよ、未来ちゃん。もぐもぐもぐ。うわっ、あんただって食べてるじゃない。違うの、ヒバリは違うの。手が勝手に動いて、あ、もしかしたらはるかさんの小骨の術かも。嘘だ、はるか様ならさっきアジトに戻ったもん。バレちゃったか。なら仕方ないよね。もぐもぐもぐ。しかしよく食べるわね。どんな胃袋してるのよ。未来ちゃんには、負けぐ、ないから、食べながら話さない。行儀が悪いわよ。もうさっさと勝負よ。私の料理の凄さ、とくと味わうがいい。はい、いただきます。まだ食べる気なの。決める時です。ヒバリ負けません。でもその前に大会の趣旨である料理バトルもしなくては。そっちも負けません。ヒバリは作るのも食べるのも大好きです。気持ちのいい返事で安心しました。ここからの戦いは遠慮やダイエットなど無用です。はい、スイーツは別腹です。メインディッシュも別腹ですわ。行きますよ、ユミさん。かかってきなさい。いえ、いただきます。ヒバリ、別腹です。ダイエットは常に明日から。いざ、尋常に勝負。ヒバリの力を思い知ったか。わーい、ヒバリの勝ちです。え、あれれれれれれれ、会場がスイーツであふれていきます。ヒバリ、スイーツを作りすぎちゃったみたい。どうするもこうするも、お残しは厳禁です。うんうん、もったいないよね。仕方ありませんね、ひばりさん。こうなったら、うん、ヨミさん、ひばりたちの出番だね。ハグ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 、おまん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 ま。
もう無理じゃ。半蔵様、だらしないですよ。まだまだお菓子は減っていませんのに。こうなったら私たちだけで何とかするしかありませんね。幸せだねー。